前の皆さん、こんばんは。秋葉北斗晶です。今日はね、大阪は難波道頓堀に来ておりまして、後ろに見えるのがあれあれ有名なグリコの看板と、向こうに見えるのが恵比寿橋、そこで通称引っ掛け橋ね。そこで今日はどこ行くんやったらね、この道頓堀、名前から由来されてるっていうかな、前にあの地ビール、あのクラフトビールの祭典にちょこちょこ行ってるやんか。これでそこに道頓堀ビールってあったと思うんやけど、このその道頓堀ビール、この近くで作られとってさ、なおかつそこレストランが併設されてるらしいね。そこで今日は道頓堀ビールさんにお邪魔して食べて飲んでみたいと思います。そこで早速行ってみよう。そこであそこがカニ道楽で引っ掛け橋あるところがあそこやねんけどね、これちょろっとこう歩いてきたここ、ここ、この松竹座、ここのね、松竹座のこの横に入るところがあるんで、ここの地下、この地下にあるらしいんで、早速行ってみよう。ということで、早速地下2階に降りてきたところの、この出たところ、真正面、ここやわ。ほいで、このね、位置図見たら、こっち側がビール工場になってて、こっち側が立花っていう併設されてるレストランやって、ここここ。で、ちなみに、メニューがね、ほらほら見て、食べ比べセット。これこれこれ、食べ比べちゃうよ、飲み比べセットがこんな感じであったりとか、でこっち側はこんな、ほれほれ、こんな料理もいただけたり、でこっち側は何これこれこれ、こんな料理もあるで、こんな料理もあって、なおかつお昼のお品書きってことで、こんなお品書きもあります。ええー、感じやね。ということで、ほんま初めて来るんだけれども、ここここ、この立花さんと道頓堀ビール工場ということで、早速入っていこう。なかなかほんまおしゃれチックというかな、あの和風におしゃれなお店やんか。これでね、ここ横にガラス張りで見えてるんだけど、これ見て、ここここ、この横、ここであのビール作ってるらしいわ。あの中はどうしても衛生上の兼ね合いやから、ちょっとカメラ持って入られへんねんけれども、この横が、あの横がって名前ってんだけど、この横がそのクラフトビール、あの道頓堀ビール作ってるところで、このこんだけの3種類飲みます。ということで、今日はね、おすすめのここで飲み比べセットいただいてみたいと思うんで、飲み比べセットまず行ってみよう。ということで、早速やってきましたね、飲み比べセットということで、こんな感じで、こっち側がこれやね、大阪ポーターで、この真ん中のやつがこれやな、大阪ケルシーで、こっち側のやつが大阪アルト。ということで、まずはこれからいっときましょう。うん、ビール大好きな私、あ、これ黒ビールで、黒ビールっていつもさ、ちょっと濃厚って言うやんか、濃厚で最後にふわーっとフルーティーな香りがめっちゃくるわ。あ、これ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 で、続いてはこれやな、大阪ケルシュ、これいっとこう、とこうとこう、ケルシュケルシュいってみましょう。うん、これはまたビールっぽくないけど、あの表現悪いか知らないんだけど、そこまでビール風味がふわってくるんじゃなしに、どっちかというと薄口で、どっちかやったらその微炭酸っていうかな、あのほとんど炭酸がないような感じだから、そやな、ビールっていうよりもやっぱりどっちかやったらちょっとビール風味がジュース的な感じだな。続いてな、これいとこが大阪アルト、これいとこ大阪アルトいっときましょう。うん、あ、これはあの、うん、ビール風味は やっぱり薄いね、薄いっていうか、あのそんなにあの前に出てけへんねんけど、でもやっぱりちょっとほろ苦さが来るわ、これ、うん、なるほどな、ほろ苦さと、これがどっちか言うたら、うん、あの薄口ビールっていうかな、ちょっとほんまビール嫌いな人でも飲めるような感じで、ね、こっち側がフルーティーな黒ビールっていう感じ、そこまで濃厚な風味がないけれども、フルーティーな黒ビール、うん、そやな、これ絶対好み分かれるわ、好み分かれるけれども、どちらだね、ビールあんまり好きじゃない人はこれ合うかもしれへん。で、これはね、ちょっと苦さ、
あのホップが効いてるからちょっと苦さがあるのはこれは入ってる、入ってるとかええ感じで、これはねやっぱりあの黒ビール、あの普段飲んでる黒ビールほど独特のこの何て言うかな、グワッていうビールの風味は出てけへんけど、ちょっとフルーティーな黒ビールだから、僕この中やったらこれ好きかな。これやっぱり黒ビールのちょっと独特な風味プラスフルーティーで、ちょっとあフルーツかっていう感じを、うん、そうでね、ビールは飲み比べあって、まあいろいろねまた食べていきたいと思うんで、あの食べ物のメニューがちなみにこんな感じ。ということで、まずは黒薩摩鶏のたたきを頼んでみました。こんな感じです。だし巻き卵がやってきまして、あ、ここ行ってください。あ、わかりました。ありがとうございます。なんかいっぱいやってきたぞ。はい、こちらちょっと塩、あ、土手焼き、はい、はい、焼くんや、ありがとうございます。わお、わお、ええ感じ、あ、着きました、はい、あのここでグツグツ煮立ってきたらええ感じ、そうですね、はい、なるほど、ある程度火はもう通ってますね、ありがとうございます、こちらからありがとうございます、ありがとうございます。ちょうどなんか言うてる間にいっぱい来たからとりあえずね、この鳥、この鳥をちょっと待ってや、火を置いて、このちょっと薬味をちょっとさ、ここにこう、ちょっとこう入れて、で、こういうね、鶏をこう、チャラッとこのポン酢系統のところにつけて、こんな感じでいってみましょう。うん、やっぱり、こういう鶏もものたたきがうまいね、うまいでは地鶏やから、地鶏っていうかな、黒もあの黒鶏だったっけ、黒薩摩鶏って書いてたから、黒薩摩鶏が地鶏になるんかな。そういうことで、ね、なんかビールさっきの飲み比べのやつこの辺残ってるから、ちょっと見えへんから、ちょっとこっち引っ張ってもう映るかな、こっち映ってる、映ってまっか、ちょっと待って、こんな感じでこんなねこれいっとこう、うん、これが大阪ポーターやな、
ポーター、ポーター何言うてんねん。ということでね、続いてはだし巻き。これまたでっかいだし巻きがやってきたで。これ見てくれる、こんな感じ。ええー、感じ。とこう、めっちゃ分厚い。あっち、うん。で、次はここのこれね、大阪ケルシュ。やばいさ、ビール単体だけで飲むんじゃなしに、この料理と、なんていうの、タッグする料理を食べて飲むビール、これはまた味がまた違うね、変わってるわ。で、この今だし巻き食べたけど、これはやっぱりこの醤油な、醤油ちょっとこうかけた方がええ感じや。ちょっと味が物足らんかったというかな、ちょろっとこうかけるかい、これでちょっとこっちにもかける、こんなもんか、こんなもんでいってみよう。もう一回これをいってみよう。このちょっと大根おろしとかをこっちに入れて、これこれでどうや。うん、やっぱり卵うまいな。ほんで当たり前の話か知らんけど、いつもさ、一人晩酌やってる時にスーパーで買うだし巻きとは一歩違うわ。やっぱりこう、何でもふわふわにできてるっていうのかな、ええー、感じやね。これでここで、大阪ケルシュでございます。これ道頓堀ビールね。今飲んでるやつ見たら、これ道頓堀ビールやからな。その中のポーターっていう種類とケルシュっていう種類とアルトっていう種類なんだよな。ということでケルシュってみましょう。あー、うめ。ということでじゃんじゃんいって、ここにさっき焼いてくれてるとか、出来上がってるとか、土手焼きが今、まだ、なんていうの、はぁ、風味やわ、やねんけど、ほんまこの、うまい、この、なんていうの、鶏、パクパクいけるな、これ。これちょっと、まとめて食ってみる？重ね食い、私、好きやんか。重ねていってみようか。重ねて、ちょっと、じゃあ、もとにこう、チャラッとこう、つけて、こんな感じでいってみましょう。うん、やばい、だし巻きもええけど、ちょっとしたこの歯ごたえっていうかな、しっかりした噛み応えのある肉の方がええわ。鶏肉にビール最高。大阪あるんだね。はい、でもね、そうで、せっかくやから道頓堀ビール、ポーター、ケルシュ、アルト、さっきこれ飲み比べセットね、飲み比べセットはさっきね、メニュー見てもらったように、ここで何もこれ900円、飲み比べセット一応900円になってんねんけれども、だから容量少ないんやけれども、この中で一番、僕が気に入ってたのは多分一番最初の黒のポーターやから、ちょっと次ポーター、これおかわりしてみよう。ということでポーター、大阪ポーターやってきました。ということで、もうね、何やらないで最後になんねんけど、ちょっとだし巻きね、これだし巻きまずいってみましょう。うん、うまっ、ごっついこの卵、うまいな。うん、ほんでポーターグラス、ちょっと声が裏返ってもらった。うまいね。で、ぼちぼちできてきた。この、見て、これとこれ、土手焼き、ええ感じでしょ。これ、ぼちぼちちょっと混ぜてみる？こんな、うわー、ええ感じやな、これ。ここに、ちょっとこの一味かけてみる？こんな感じで。ええ感じで、一味かい？一味をこうかけてみるか。これでいっとこう。
これでどう？どやー、ええ感じやで、これすごいできました。どて焼きでございます。ポロッと落ちてもうたけど、いっとこういっとこういっときましょう。うまい。相変わらずのどて焼きやねんけど、いつも僕が食べてるっていうかな、立ち飲み屋さんとかやるドカッとした濃いどて焼きっていうよりもまろやかなどて焼き、なんていうの、味が薄いって言ったら言い方悪いんやけど、その味噌っていうドカッとした味噌風味じゃなしに、味噌味じゃなしに、ほんまにほんのりした味噌風味っていう感じやな。うまい、ええ感じのどて焼きでございます。ええ感じ、ええ感じ、どて焼きな。やっぱりだし巻き卵、定番の居酒屋メニューもいいんやけど、やっぱりもも肉とかこういうどて焼きね、しっかりした歯ごたえ肉とビールが合うな。うまいね。ということで最後のどて焼きいっときましょう。このどて焼き、牛肉だけじゃなしに、牛筋っていうよりもほんまに筋っぽくない牛肉だから、ええとこの部位使ってるんちゃうかな。筋肉っぽくない肉やから余計にうまい。ゴリゴリしてないからね、筋肉っぽくて。ほんでまたこのこんにゃくがええ仕事すんねん。こんにゃく、こんにゃくっていう。ちょうだい、ビール。ああ、入ってもうた。そうで、ほんまにね、この道頓堀ビールさん、まさかこんなところで作ってると思えへんかって。この何での、松竹座やったっけな。ここ昔からその松竹座とかあったんは知ってるけど、全然来たことなかって、この地下にさ、こんなレストラン街があると思えへんかった。で、ここ地下2階、いや、地下って何言うてんの。地下1階にも他にもね、レストランあって、これここ地下2階やねんけどね。地下2階初めて来たんやけれども、地下2階はここの道頓堀ビールさんだけなんかな。で、地下1階にまたいろんな店あったしね。ほんま、グルメ探索にこれにもええと思うわ。ほいでまたこの地下2階、こんなところでまさか道頓堀ビールが作られてると思えへんかったわ。ほいでこの併設されてるレストランが、まあ、何が純和風、和風のちょっとその料亭とかそこまでは行けへんねんけれども、まあまあ来ないとお店見せるの怒らへんねんけど、ちょっとね高級チックに、大人チックな男性女性、大人チック何ね、大人の男性女性がちょっとそのビールをたしなみながらいろんな料理をつまんで、その大人のデートをする分にはええと思う。だから正直言うて、何ていうの、お若い方でいっぱい食いたいねんとか、とりあえず安いところがええねんとか、そういうのにも会えへんと思うから、ちょっとそんなのは残念かもわからへん。でもほんまに何ていうかな、雰囲気を楽しんで、ちょっといろんなものをつまんで、ほんでいろんなビール、道頓堀ビールをはじめ、他にもねビールいっぱいあったと思うわ。ちょっと他メニューはなかったんやけれども、まあまあまだね、そんなんで、ちょっと一風変わったこの道頓堀ビールで晩酌するにはええと思いますんで、またこの道頓堀周辺にお立ち寄りの場合は来てみてはいかがでしょうか。というわけで本日も長々のご視聴ありがとうございました。というわけで次回の動画もお楽しみに。さよなら。